ロナルド・クーマン、ロナルド・クーマン、ロナルド・コエマン、1963年3月21日イ、は、オランダ、北ホラント州、ザアンダム出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、ディフェンダー、DF。現在は、サッカーオランダ代表の監督を務めている。ジップは、サッカー選手のマルティン・クーマン。実刑は、元サッカー選手で、 サッカー指導者のエルウィン・クーマン。1980年に FC フロー人間でキャリアをスタート。1983年にはアヤックスへ移籍し、正確なボールコントロールと得点能力の高さを発揮するとヨーロッパを代表するリベロと称された。1984から85シーズンにはリーグ優勝を果たし、1986年には PSV。 アイントホーフェニエー席在籍した3シーズンすべてでリーグ優勝を果たし、他にもカップ優勝2回、チャンピオンズカップ優勝も果たし、中心選手として活躍を見せた。1989年には、その活躍が評価され、ヨハンクライフ率いる FC バルセロナに移籍し、在籍期間を通して、セットプレーのプレースキッカーを担当。 バルセロナ在籍6シーズンのうち4シーズンで10得以上を記録した。バルセロナ在籍中には、エルドリームチームの一員としてリーガ4連覇を達成するとともに、バルセロナ史上初の UEFA チャンピオンズリーグ優勝に貢献し、イタリアセリエ A のサンプドリアとの決勝戦では、延長後半10分に決勝点となる、ミドルシュートを叩き込んで、バルセロナに、 初のチャンピオンズカップ優勝をもたらした。1995年にフェーノールトへ移籍し、2シーズン在籍した後に引退した。DF でありながら、通算193得点を決めた。DF としては、パサレラの182得点をしのぎ、史上最多である。1983年に、スウェーデン代表との親善試合で代表デビューを飾った。 オランダは1984年のユーロ、1986年、ワールドカップの出場権を逃すが、エウロ1988での優勝に貢献したほか、1990年の 1990FIFA フフワールドカップ、1992年の UEFA エウロ92、1994年のアメリカ W 杯にそれぞれ出場し、攻守のようとしてチームを支えた。 代表では78試合に出場14得点を記録した。2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは SL ・ベンフィカの監督として前年度覇者のリバプール FC を破るなどチームの上位進出に貢献した。準々決勝では本大会の優勝チームとなるフランク・ライカールト監督の率いる FC バルセロナに敗れるもカンプノーでの第二戦では バルセロニスタからの拍手に迎えられてフルスへの外戦を果たし。2006から07シーズンには、エールディビジの PSV やイントホーフェンの監督に就任した。アヤックスや AZ アルクマールとの優勝争いを制し、1年目にしてリーグ優勝を果たした。2007から08シーズンのシーズン中、2007年10月に、バレンシア CF から監督就任のオファーを受け、 PSV がこれを認めたために、シーズン序盤にして移籍することが決定した。バレンシアの監督への就任後早々に、従来の中心選手であったアングーロ、カニサレス、アルベルダのベテラン3選手を戦力外にするなどチームの改革に乗り出したが、クラブは低迷を続けた。コパデルレイは制したものの就任後24試合で、わずか4勝という成績で、 4月20日のアスレティックビルバオ戦の1の5のスコアで大敗をすると、翌21日に解任が決定された。バレンシアの監督のオファーは、同じリーガエスパニョーラの FC バルセロナの監督就任へ向けたキャリアアップのために受けたとされるが、バレンシアでの失敗によりこれが難しくなったとし、バレンシアの選手に対する批判を展開した。こうした言動は問題視され、 クーマンの人間性に対する評判を損なうことになった。2009から10シーズンは、前年度にルイファン・ハール監督の下で28年ぶりにエールディビジを制した AZ ・アルクマールを指揮。2009年7月、オランダのスーパーカップであるヨハン・クライフ・スールで SC ・ヘーレン・フェーンと対戦し、5から1で勝利して初制覇を果たすが、 その後はチームを UEFA チャンピオンズリーグで早期に敗退させた。上、リーグ戦でも前期王者らしからぬ不安定な成績に失したため、12月5日に解任され、2年連続のシーズン途中解任となった。前年度にタイトルを取った選手たちの自主性を重視しすぎたことがチームの不信の理由とみられており、当時のチームキャプテンだったスタイン・スハールスは、クーマンの解任後に、 僕らはまだ大人扱いされるほどグループとして十分ではなかったと選手側の責任を認める発言をしている。2011年に現役時代に在籍したフェーノールトの監督に就任した。前シーズン10位に終わったフェーノールトと2つのクラブで2年連続して途中解任の浮き目にあったクーマンとは互いに限られた選択肢の中から必要に迫られて、 契約に至った関係に過ぎなかったが、この契約は結果的に相互に最高の結果をもたらした。クーマンは短期間でチームにファイティングスピリットを植え付け、ヨングイデッキといった若手が成長を遂げた。その結果、リーグ戦2位という成績を収め、UEFA チャンピオンズリーグ2012から13の予選3回戦からの出場権を獲得した。 さらに2012から2013シーズンは勝ち点で2位タイの3位、2013から14シーズンは再び2位と財政面で他のトップクラブに劣るフェイエノールトをスポーツ面で本来のあるべき場所に戻す立役者とな、フェエノールトでの3年間ではタイトルこそ取れなかったが、クーマン自身監督キャリアで初めての契約満了での対談となり、この3年間を これまでタイトルを取ってきたアヤックスや PSV にも楽しめたのはヘーノールトというクラブのおかげでありデカイプのおかげでありサポーターのおかげだこのクラブを去ってとても寂しく思うだろうこのクラブから受けたインパクトは他とは全く違ったと振り返った一度失った名声をヘーノールトで再び取り戻したクーマンは2013から14 シーズン後のワールドカップ後のオランダ代表監督からの G を表明したルイ・ファン・ハールの後任の最有力候補取られていたが、KNVB は突然立候補したフース・ヒディンクを選択。クーマンには KNVB のディレクターベルト・ファン・オーストフェーンから2年間アシスタントを務めてからヒディンクの後引き継ぐという誘いの電話があったが、クーマンはヒディンク本人からの電話がなかったことが納得できずに、 断った。2014年6月16日、イングランドプレミアリーグのサウサンプトン FC 監督に就任した。契約期間は3年とされた。なお、アシスタントコーチには実刑のエルヴィン・クマンが就任した。2016年6月14日、2016から17シーズンより、イングランドプレミアリーグのエバートン FC の監督に、 就任することが発表された。3年契約を締結し、公式サイトを通じて、非常に興奮している。エバートンは偉大な歴史と野心を持つクラブで、その一部となれることを誇りに思っている。チーム、ファン、そしてこのクラブの成功を信じているよと、喜びのコメンを残した。クーマンは2シーズン連続で11位に終わっていた、エバートンを7位まで押し上げ、 UEFA ヨーロッパリーグの出場権を獲得した。その要因として、昨シーズン55失点を喫したチームを44失点にするなど、守備陣の改善が成功し、攻撃陣では、プレミアリーグ移籍以降キャリアハイとなる25ゴールを決めたロメルル格を筆頭に2得点を挙げた。また、ホームでは、第20節から8連勝を飾るなど、シーズン13勝と強さを見せて、さらに、 メイソン・ホル・ゲート、トム・デイビス、ドミニク・カルバートイコール・ル・ウィン、そして2017年に1月5日に移籍してきたアデ・モラル・クマンダ若手をトップチームで積極的に起用し、プレミアリーグの舞台を利用して彼らの成長を促すことにも成功した。一方で、ホームでは勝負強さを見せたが、アウェーではたった4勝しかできず、選手に対してはバイエ、ウマル・ニアスセオ、 戦力外とみなし、トップチームのベンチ入りは愚かリザーブチームの試合出場までもさせなかったりなど、冷風とも取れる扱いを行った。2017から18シーズンには、昨シーズンチーム内得点王のルカクをマンチェスターユナイテッドへ放出した後に、これまでチームの中心となっていたロスバークリーへの移籍容認をしたりとチーム改革を進め、 ウェイン・ルーニーの13年ぶりの復帰や、クラブ史上最高額で、スウォンジーシティのアイスランド代表 MF、ギルフィッシュグルズソンを獲得するなど約1億5800万ユーロを補強に冷やた。開幕節のストークシティ戦を勝利し、第2節のアウェーでのマンチェスターシティ戦を引き分けで、終わったものの、2017年10月23日、エバートンの監督を解任された。解任時。 リーグ戦では2勝2分5敗、ヨーロッパリーグでは1分2敗といずれも負けが先行していた。皮肉にもエヴァートンの監督として見たチームの最後のゴールシーンは昨シーズンから今シーズン序盤までレ遇し続けたニアスセのゴールであった。2018年2月6日、サッカーオランダ代表の監督に就任した。強力かつ正確なキック力はロングフィードのみならず直接。 フリーキック、ペナルティーキックでも威力を発揮し、キックの名手の名として、ロナルド・クーマンの名が知れ渡ることとなった。FC バルセロナでは6シーズンのみの在籍であったが、26得点をフリーキックから記録し、メッシに抜かれるまでフリーキックからの最多得点者であった。また、エールディビジ公式戦において PK による得点として、歴代最多の44得点を挙げている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。